皆さんこんにちは。今日もいつも通りボールを蹴って皆さんに説明をちょっと入れて対戦も入れてやっていきたいと思います。じゃあ今日のゲストです。岡部ではありません。1回目対戦してもらった大君と淳君です。はい、一応自己紹介してもらいましょうか。自己紹介、横田大輔です。前回対戦したんですけど一勝一敗だったんで今日勝ちたいと思います。菊谷敦です。まあ、前回は勝って賞なんていうんですか、召喚権ちょっとゲットしたんでまたゲットしたいと思います。で2人とも今回ドリブラーなんで、いつもディフェンスの解説してるんですけど、ちょっと今日は逆に小学校とか中学校の頃練習しててよかった、そのドリブルのフェイントっていうか、これやっててよかったなっていうプレーをちょっと教えてもらって、逆にこれやっとけばよかったな俺っていうのも一つ教えてもらって、皆さんにちょっとお伝えできればなと思います。ではそれではやっていきます。まずやっててよかったなっていうフェイントは何ですか？ダブルタッチですね。普通のダブルタッチと何か違うとこあるの？自分は身長があんまり大きくないんで、そこの幅っていうのは結構意識して、ああなるほど、やるようにしてます。その幅を意識してやると取られないかな。なるほど。そうですね、深さもそうなんですけど、それに加えて相手に取られないようにちょっと後ろめに、横に真横にタッチしてダブルタッチじゃなくてちょっと引くぐらいの、はい、ダブルタッチをしていくといいっていうことですかね。はい、このドリブル俺もやっとけばよかったなみたいなのありますか？シザース、王道だけどやっとけばよかったって思うのはやっぱりとっさになかなか出ないんだ。そうです、自分は全然出なくて、できればスピードに乗ってる時に、乗ってる時は確かに使いたい。練習しないとなかなかとっさにはなかなか出ないと思うんで、ゆっくりドリブルを突っかけてシザース、早い仕掛けからシザース、まあパターンを練習してもらって頑張ってみてください。それでは大君のこれをやっててよかったフェイントちょっと聞きたいと思います。はい、何ですか？足の裏を使ったプレーですね。例えばどういう、例えば、相手が詰めてきた時にこうやって逃げたり、足の裏で引く、そうです、引くような動きですね。あとはこれやった時にこっち来た時にこういうことだったり、なんかこういうことだったり、抜くっていうよりはそのボールタッチの中で足の裏を使う練習をしててよかったと。そうですね、なんかとっさに出てくるようになったので、ギリギリで回避できるとか、そういう時があるんで。続いてこれをやっとけばよかったみたいなのはありますか？フェイントというより自分がドリブルとかボール持つ時にいつも自分の足の前に置いちゃうんですけど、結構上手い人とかヨーロッパのトップの人とか見てると結構自分の頭の下ぐらいで持つ人が多くて、それだと相手の足も出てきた時にかわせたりするので、そういう持ち方をできるようにしとけばよかった、しとけばよかったなって思います。ボールを目の前に置くんじゃなくて、なるべく頭の下とかむしろちょっと後ろぐらいに置いて、懐が深いドリブルを練習していくととっさの時に出るかもしれないんで頑張ってみてください。ちなみに翔吾さんはやっといてよかったプレーとかありますか？はい、僕もあります。やっといてよかったっていうプレーが1個だけありまして、大君からパスもらったときに、普通の人はこういうパスこっちに出すんですけど、いつも僕こうやって一回ボールを向かいに足で行って、そっから引いてこういうパス出す。そうすると相手が足出せない、これつついてくるのかなとか思って、結構パスカットとかもされにくいんで、これをやってると右も左もできますよ。こうやってやって、こうやって出すとか、みんなもこれをやると結構ディフェンスのマークを外せることあると思うんで、これは小学校とか中学校の頃やっといてよかったなと思うことなんで、皆さんもやってみてください。結構切り返すときにこっち行ってダメだと思ったら、こうやってやって切り返して足が結構当たっちゃうときが多くて、毎回このターンで全部もう癖つけとけばよかったなって、いつも思ってます。もう切り返しは全部前じゃなくて足の裏を通して切り返す、こういうターンをしとけばよかったなって思うんで、この足の裏を通して切り返す
っていうのを、練習してください。それでは今日もちょっと対戦していきたいと思うんですけど、今回広めのコートでなるべくそのサッカーを想定したような対決をしたいと思います。ドリブルの方があんま時間をかけすぎるとカバー戻ってきちゃうだろうみたいなのもあると思うんで、一応10秒で秒数決めてやりたいと思います。総当たり戦でやりたいと思います。でそれを2周して一番を決めた人が一番、勝負していきたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。よし。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どうしよう。倒れや。やべ。おっしゃー。じゃあ行きましょう。10秒だからね。あつしくんの1本目、よーい、あい。いやなっちゃったなっちゃったよ。マジか。あつしくんの2本目。しょうごさん1本目。じゃあ行きまーす。翔吾さんの2本目。やっすやーねー。いやー今って届かないと思った。じゃあ行きます。大くん1本目。はい。今10秒経ったな。今経ってた。あそこで潰れたぐらいで10秒経っちゃってました。まあカメラマンが審判ですからね。今出ようかめっちゃ迷ってこれ出るか。じゃあ呼吸整えてから行きましょう。大くんの2本目。終了。途中経過、あつしくん1本、しょうごさんと大くんが0本です。やべえ、白熱しすぎだこれ。これ面白い。しんどいっす。じゃあ自分のタイミングでいきましょうか。はい、2周目。頼む。あれちょっと待って。VR ですか。VR します。 VR しますか。 VR だけど。VAR の結果どうでしたか。 VR の結果1点もうすでにリードしてるんでノーファールです。いやマジか。じゃあ行きます。2本目。オッケー、あつしくん2点。できます。しょうこさんの1本目。なんで今止めんの。まあまあいいコースだったと思ったんだけど。危ない。いきます。しょうこさんの2本目。また抜き返しやろうとしたのに。もう最初ここで1本取ってもう勝ち確にします。おっしゃー。じゃあ大くんの2周目。1本目。はい。いやじゃあいきます。ラスト2本目。ゴール。
じゃあ、あれだね、今、ダイが2点、アツシは2点です。2点なんで、僕は相手にサドンデスでやってます。お、面白い、はい、いいですね。じゃあ、サドンデスで、ショウゴさんに3本ずつやって、多く点数取った方が勝利です。じゃあ、アツシ君の1本目。リレーしたくないけどしょうがねえな。2本目。やうおすげえ。サドンです、3番目。アツシ君1本、ダイ君サドンデス1本目。うわマジ、ナイスシュー。危ない。じゃあサドンデス2本目。うわあ終了。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとフォワード寄りすぎたな。やっぱ強いですよ、このぐらいのスペースあると。あのちょっとキーパーがな、キーパーを呼んでくるしかないな。次は確かに翔吾さんの時、うん、結構変な視点多いですわ。まあでもこういう広い感じの1対1もやって、狭い中盤とかのスペースを想定したディフェンスもやって、またこういう上手い人たちにドリブルも教えてもらったりして、また引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。